こんにちは、速稼塾の久保です。ヤマト誕生ということでね、私の息子ヤマトくんが誕生したのと時を同じくして、あの宇宙戦艦ヤマトの生みの親であります松本零士さんのニュースが入ってまいりました。松本零士さんはイタリアの方に今いらっしゃるんですかね。そちらの方でね、今病院に救急搬送されたそうなんですよ。脳卒中の疑いがあってかなり深刻ということなんで、もしかしたらこのまま去年81というね、まあ、不吉なことを言うようですけども、もう考えられるかなというニュースでございました。まあ、ヤマトっていうのは私がね、生まれた年に、テレビ放送、昭和47年だったと思いますが、始まって、それからね、アニメっていうものが、社会現象を引き起こした一番最初のインパクトだったと思うんですよ。映画館にですね、徹夜で3日未満人が並ぶとか、で、当時ですね、宇宙戦艦ヤマトが上映された劇場っていうのは限られてましたんで、遠方から新幹線で乗り継いでいらっしゃってね、で宿泊してその映画を見るとか、それから映画館では宇宙戦艦ヤマト、さらば宇宙戦艦ヤマトですね、多くの方が感動して同じスクリーンを見て、そしてね、まあ涙をする姿があったということで、まあ今ね40代50代の方でしたらかなり思い入れがあるんではないかなと思うんですよ。アニメブームを牽引したものがもしあるとすれば、宇宙戦艦ヤマトとあと機動戦士ガンダムですね、この2つが大きな流れとなって、そこから派生したねストーリーが様々生まれてきたんではないかなと思います。宇宙戦艦ヤマトでちょっと特徴的だったのは、やっぱり乗組員に階級があったということと、あとやっぱりねスピンオフと言いますか、一人一人にフォーカスした物語が語られていたということですね。で、やっぱりこう根底にはですね、戦後20年、昭和20年過ぎて30年頃、まだね、日本が敗戦から立ち直らずに何か夢とか希望とか打ち勝っていく姿をもう一回、何かね、みんなで夢見ていたいっていう、そういう思いから生まれたんではないかなと思いますし、で、松本零士さんはその宇宙戦艦ヤマト以外にも銀河鉄道999とかね、もう永遠につく音楽界にも影響を及ぼすような、そんな作品をどんどん世に送り出している原点中の原点だと思うんですよね。まあそういうことも込みで、今回ね、松本レイジさん81歳、すごいですね。やっぱり現役の漫画家さんで80を超えた方ってのは本当に滅多にいなくなりました。あ、そして未だにですね、社会に大きな影響力を及ぼし続けている人、無数にいる漫画家と言われる、そのね、まあ、師匠の中で、松本零士さんというのは一種独特な人だったんではないかなと思います。今日の放送の最後にね、松本零士さんの思いで私の中にすごく、ね、印象のあるものをちょっと皆さんにお届けしたいと思います。それはですね、松本零士さんというのは漫画を描くときって自分が見たものしか描かないんだと言ってるんですよ。で、あるとき大きな山のグランドキャニオンかな、エアーズロックか、オーストラリアのエアーズロックの絵を描くときにこういう風に言ったってエピソードが残してます。エアーズロックの向こう側を見たことないからちょっと描けないやと、ちょっと行ってくるわみたいな感じで、もうその瞬間筆を置いてオーストラリアをぐるっと1週間ぐらいね旅して回って、エアーズロックを360度見て帰ってきて執筆を続けたみたいなね、そんなエピソードが あるみたいです。まあ都市伝説かもしれませんけどね。そして松本零士さん自身はこういう風に言ってます。私は今までの作品の中で一つだけ嘘をついてきた、嘘をついたんだと告白してるんですよね。それは何かっていうと、私は数限りなく宇宙に関する作品を書いてきたけども、私は宇宙を見たことがないと、ぜひ死ぬまでに宇宙に行ってみたいというふうにね言われてるんですよね。その思いを星野哲郎くんに託して、星野さんどうもこんにちは、39に託して宇宙にもしかしたらね核撃停車で行ったのかもしれませんよね。で、松本零士さんは宇宙に一度行きたいと、生きてるうちに行きたいと、そして宇宙に行ったらもう戻ってこれなくてもいい、そのぐらい私は宇宙が愛してるんだと、大好きなんだというふうなね、そんなことを言われてたかなというのを思い出しました。松本零士さんも今ね非常に危険な状態ということなんで、私も松本零士さんの作品とともに生きてきたようなもんですからね、とても他人事とは思えないような気持ちでございます。続報を待ちたいと思いますけども、とりあえずイタリアのミラノの方から一報が入りまして、松本零士さんがかなり危険な状態で、搬送されたということでございます。もしかするのかなと、回復を祈りたいところですけどもね、これも神様が決めることなのかなと思っております。それではね、本日の放送以上でございます。